さておはようお寺ちゃん、今朝5時台は。 普段ドバイにいらっしゃいますドバイ在住で商社にお勤めモナさんです今朝はですねなんと文化放送にお越しいただいておりますモナさんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします普段は、えー、ちょうど今ドバイは日付が変わった時刻ですよねそうですね今ちょうど0時ですね、えー、はいそして一か月前にモナさんのお話聞きました今冬でちょうど過ごしやすくて、えー、この時間で十五度くらい はい、そして日中が23度から25度くらいになるとおっしゃっていたかと記憶しているちょうど今東京まあ偶然なんですけど、ええ、そのくらいですねそうですね、ええ、ちょっと面白いですね、ええはい、もっと寒いのを覚悟してきたんじゃないんですか <laughs> はいそうです<え> <laughs> もう覚悟して、ええ、あのセーターを買ったりですとか、はい、あの 長袖のあったかそうなシャツを買ったりですとかコートを引っ張り出したりしてきたんですけど<っ>あれ <laughs> <laughs> なりましたはいコロナもありましたしね、はい、なかなか戻りづらいという時期でもありましたもんねそうですね久々、まあ、2年ぶりです、まあ、2年になって大したことないよと思いの方もいらっしゃるし <laughs> でもずっと海外で暮らしてる方の2年っていうのは長いでしょ日本に戻ってこられないっていうのは。 そうですね。えー、はい、嬉しいです。はい、久しぶりに日本にこう降りた時の感覚ってどうでした。ああ<ー>、え<っ>、そうですね。 いやもうその時は実は頭の中が食べたいものでいっぱいで、はい、あすまたあのそのあたりのお話後ほど聞かせてください。はい、え今朝はモーナーさんいつもはドバイからいろいろお話を聞かせていただいておりますけれどもアラブ首長国連邦の7つの首長国のうちの1つドバイにいらっしゃいますが今は日本にお戻りです今朝はモーナささんスタジオかからいいいろろお話を聞かせてくださいます。 時刻5時9分ですおはようてらちゃん今朝は普段はドバイ UAE アラブ首長国連邦のドバイにいらっしゃって勝者にお勤めモナさん、えー、今朝はですね、えー、今帰国中なのでスタジオにわざわざお越しいただきましたモナさん改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、あのスタジオ初めてですけれども、はい、いかがですかスタジオっていうのは あの、ええ、私こんなところにお世話になってたんだと初めて実感して,ななって <laughs> はいこちらこそお世話になってますいや、ええ、もうすごいドキドキしています <laughs> はいテレビとかご視線はありますいえええ、ないですはい、はい、ラジオのこのスタジオっていうのはあの初めての方にはどう感じるんだろうっていうのが、はい、なんかこう新鮮な問いなんですがいかがですか。はい あそうですね、ええあの、見たことのない機会とかがたくさんあって、はい、す,すごい,すごいこう素人っぽいあ,のあれで恐縮なんですけど、いや私、すごいところにお世話になってたんだなと、緊張していますいそれでじゃ。大したことないところに行って、そういうわけじゃないですけどねいえいえいえ。実感がなかったので、ええええ、本当に生放送してるんですよ。<laughs> <laughs> 中にはね、本当やってないんじゃないのみたいな方も、中にはいらっしゃるんですけど、録音 <laughs> ないんじゃないのみたいなね、ね本当に全部あの喋、ね、ってらっしゃるなとは思いました、<あ>今い。本当に喋ってるんですよ。本当にえ。結構、あのね、えー、忙しそうに振る舞ってるでしょ。忙しいんですよ、割に。えー はい、でもモナさんこうやってスタジオにお越しいただいて普段はドバイでちょうど日付が変わる頃ですよね、はい、えまあ暗さとしてはドバイも日付が変わる頃っていうのはまあ真っ暗なんでしょうけれどもね,ね、えー、あと気温がやっぱり季節によっては違いますからね。あとねよくあのまあ言われるのが長年あの異国の地というか海外でお暮らしになってて、はい、久々に戻ると日本の 匂いがなんかするみたいなことを言われる方がいらっしゃるんですが、そのあたりというのはモナさんは感じますか？それ私も感じるようになりました。ええ、感じるようになりました。はい。ええ、日本に入るとこうふわっと醤油とか味噌のようなはい,、ええ、はいこう香ばしい香りがする国だなっていうのをなんか。 感じるようになりまししたねこれがきっと日本の匂いなんでょうあだからね普段海外でもちろん味噌醤油はあるんでしょうけれどもそんなにたくさんの人が使ってるわけでもありませんしだけれどもまあ日本当たり前のように食してるましてや空港なんかにレストランもあってね照り焼きなんとかとかあるじゃないですかおし油使ったものとかそういうのでもしかしたら香りがしてるのかもしれませんねそうですね。一方ドバイはどうなんですか あのドバイにもそういう香りがあるとすれば、ええ、多分スパイス系の香りなんじゃないのかなって思うんですよね。ええ、例えば、うん、カルダモンとか。はい。はい。それを使った、あの飲み物とか食べ物とか。ええ、多いので。はい。こう。はい。香ってくるような。印象ありますうう、ねええ。実は今このスタジオも。はい、いつもと違う香りがしておりまして。 はい、えー、あのモナさんがですね。お土産で飲み物をね、はいえー、持って帰ってきてくださいまして、私の目の前に2つのコーヒーカップがあります。はい、この1つにはこれ何が入ってるんですか？はいえー、1つ目がですね。えー、アラビックコーヒー。 聞いたことあります。アラビックコーヒー。今まで飲まれたことありますか。ないです。お、初めてです。ねアラビックコーヒー。おじゃ、持ってきてよかった。はい。そして、もう一つが。カラックという。はい。はい。です。えっと、アラビックコーヒーは、もともと、この。ええ。湾岸諸国、ゆえいを含め、あの、湾岸諸国で、よく飲まれている。あの。おもてなしをするときには。必ず。欠かせない。 お飲み物になります、ええ、それからもう一つのカラックという、はいはい、ものはですね、ええ、これは、まあ、チャイなのであの、はい、いわばインドのチャイから来てるものなんですけど。はいええ ドバイはあの人口の最大派閥がインド人なので、はい、このカラックもかなりあの浸透していて愛されてる飲み物なのでーーこの2つを是非試していただきたいなと思ってでは早速ですねアラビックコーヒーあの、はい、先ほどスタジオの香りがいつもと違うと申し上げたんですが何か香辛料の香りが少し、はい、ここからもしますね。 そんなにこう何ていうのかなわすごい強烈っていうんじゃなくてほのかにしてる感じですよね、はいえー、で、えー、普通のコーヒーをラジオ機の方もですね頭に浮かべていただいて表面がそれよりも少し白っぽくなってる感じがするんです琥珀色よりも少しこうあれこれって何かミルクなのかどうなのかというようなそういう色ですが早速いただいてみます。<laughs> あ,あのコーヒーだと思って、はい、私今あ口に含んだんですが、はい、コーヒーというよりは、はい、なんかちょっとお薬糖に近い感じがしますね、はい、ああの香辛料のこのなんかスパイシーな感じが <laughs> 私個人的には、はい、あれなんかシャキッとするぞっていう。あら,、えー、あらこれ 意外に、私好きだな。ああ、嬉しい。甘くもないですよね。お砂糖も入ってませんから。入ってないですね。あ、これがおもてなし。はい。それからですね。このアラビックコーヒーと一緒に。必ず提供されるのが、あの、デーツっていう夏目足の実なんですね。はい。この二つのセットが、こう。大切なゲストをおもてなしする時の。あの、定番なんですね。はい。今 手元にこのデーツもお持ちいただいたんですが、はい、あのその前に朝刊トップ5私、はい、紹介してからでいいですか。はい、このデーツ食べるとどうなるかわからないなっていう不安があるもんですから、でもまず朝刊トップ5のえ5つの記事をですね紹介してからデーツをいただくことにいたします。はい、はい、では朝刊トップ52月20日火曜日今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。朝日新聞森岡 市側に教団系機関紙旧統一教会の友好団体が森山文部科学大臣の地元事務所宛てに教団系の機関紙を毎月無料で発送していることが分かりました。 安倍,元総理安倍元総理銃撃事件で、教団の高額献金などの問題に批判が高まって以降、受け取り側が機関紙を送らないよう教団側に連絡して、発送が停止されたケースが複数ありますが、森山氏側からは、そうした一生児はないと言い、先月も送られていたということです。産経新聞内閣支持率最低 産経新聞社らが実施した調査で岸田内閣の支持率は前回調査に比べ5.2ポイント減の22.4%となり政権発足後最低を更新しました危険水域とされる20%台の支持率は4ヶ月連続です毎日新聞日本ウクライナ復興継続支援 ロシアの侵攻を受けるウクライナの復興に向けた日本・ウクライナ経済復興推進会議が東京都内の経団連会館で開かれました地雷対策がれき処理やデジタル農業生活基盤の整備など7つの分野を中心に56件の協力文書を交換し日本の継続的支援や両国の協力強化を確認する共同声明も採択しています 読売新聞、カスハラ防止・途上令、東京都は顧客が企業の従業員に理不尽な要求や悪質なクレームを突きつけるカスタマーハラスメントの防止条約を制定する方針を固めましたカスハラの禁止を謳い、働く人を守るルールを設けることで、根絶に向けた機運を熟成したい考えです。日刊スポーツ松山六大逆転 アメリカ男子ゴルフツアーで松山秀樹が2年ぶりに優勝しました。アジア勢として単独最多となるアメリカツアー通算9勝目を挙げています。はい、以上、長官トップ5でした。はい、えー、以上が5つのニュースでしたけれども、モナさん、今私が紹介したニュースで何か気になるニュースというのはありました、ね、そうですね。えー と特には、大丈夫です。はい、この中で、えー、ドバイでもニュースとして扱われているとするならば。ゴルフってのは、ドバイはどうなんですか、スポーツニュースで。ああ<ー>、えー、ゴルフ自体は結構、はい、あの、ゴルフ場が多くて。はい、はい。あの、外国人の方とかでも、えー、あの、すごくやっている印象はあります、ね。はい。ね、はいまあ、となると、このね、アメリカ男子ゴルフツアーで、松山大逆転。 っってていいうこういうこニュースはももしししかかたら入ってるかもしれませんねん、えーはい、ところでですね私今5本のニュース紹介しながらあれなんか喉が爽やかって <laughs> これアラビックコーヒーって、はいまあ、コーヒーとは称してますけれども、ええ、何かこういい意味で、はい、コーヒーというよりは、はい、何かもっとたくさん飲めそうだなって感じがするそんなに飲まないもんですかアラビックコーヒーっていうのは。 そうですね。えー、実は本来はアラビックコーヒーっておちょこくらいの小さいカップで飲むものなんですよ。えー、あ、そうなんですか。えー、はい、おかわりはしていいんですけどね。えー、はい、そうなんです。<あ>で、あのま日本の皆さんが一般的にコーヒーと聞いて思い浮かべる。飲み物からはちょっと違う違いますよね。はい。えー 今回お持ちしたアラビックコーヒーにはカルダモンが入っているんですよ。はい、あこれカルダモンなんですね。そのカルダモンが今、テラちゃんの、はい、喉に効いてるのか。もそうなんです。なんかとても爽やかなんですよ。あのコーヒーの、あの、なんか飲み応えとはまたちょっと違うカルダモンなんですね。はい。スーッとする感じがするんです。少し<ー>、えー、なので、あら。 なんかいいなっていうね。はい。でこれをデーツをいただくんですね。はい。デーツ。このまたデーツがです。デーツってご存知の方あの多いかと思うんですけれども茶褐色でね。はい、えー。5センチぐらいでこれデーツってほらあの夏目足の実ですよね。はい、でそこにでもこれちょっと高級と見えて、えー、それパカーンとこうホットドッグみたいに間割ってそこに何か入ってますねフルーツのようなものが。そうですね。えー ナッツですとか、はい、ドライフルーツが詰め物してありますねでは私このドライフルーツオレンジの皮のようなものが入っているものを少しいただいてもよろしいでしょうかこれをだからあらびくコーヒーとともにいただくんですねはい、はい、そうなんです、はい、では、えー、このデーツいただきます、うん、いかがですか <laughs> 美味このだからオレンジのこのドライフルーツこれとデーツがうまく合ってる感じですからこのオレンジのんか程よい酸味とあといい香りこれが口の中で非常にこうふわっと広がってくる感じデーツの味というよりも今私の口の中はこのデーツの甘みとオレンジの爽やかさみたいのが来てます。 過去に、はい、あの何かね福袋みたいなのにリカーショップのデーツが入ってたんですよ。それ食べたらデーツしかないんです。こんな間にトッピングみたいのなくて、あ<ー>あーデーツなー甘いなぐらいしか、うん、あのー、あまりいい印象を持ってなかったんですが、はい、これは美味しいです。ああ良かった。この甘さでまたアラビックコーヒーをいただくってことですね。はい。<laughs> 爽やか。うん、これを皆さんおもてなしで。 あのお出しするんですかお客さんにそうなんです、ええ、一般家庭でもあの UAE の伝統的なライフスタイルを守っているお家ではお客さんが来たら必ずこの組み合わせを出しますし、はい、今でも例えばドバイ市内の高級ホテルなんかでも、はい、チェックインしたらまずこれが出てくるんですよそうですかはい、ええ、これ苦手って人は残してもいいんですかそれ <laughs> 私は好きですよ <laughs> <れは S 2> 私おかわりしそうな感じぐらい気に入りましたけどでも その時はちょっと仕方がないです、ね、<laughs> 仕方がい,いちょっと悲しい顔されまして「<laughs> ゴーにいればごうに従え」って言葉もありますしねさもう一つです辛く、はい、これも頂い,いてますこれはだからチャイのようなものですねこれもですねあのー、まあミルクティーよりも若干琥珀色に近いんですが上に何かこう白っぽい、えー、これも乳製品が浮いてるのかなみたいな感じがしますけれど、はいはい、では辛くいただきます。どうぞ これはこれでまた甘くてうまいですね。はい、あ、良かったです。美味しい。まあ、チャイ自体は私好きなんですよ。はい。えー、でも、この甘さが程よいですね。辛く。そうですね。えー、はい。えー、これは何か特徴があるんですか。<laughs> 辛くは。そうですね。あの、この辛くっていうあのものは、<っ>あの紅茶。まあ。 お茶なのでここの茶葉を入れて、はい、鍋に入れて煮出すんですけど、はい、その時にミルクも一緒に入れて煮出すっていうあの、ええ、お茶なんですねあの。日本で紅茶っていうとあのお茶が出来上がって最後にミルクを足すイメージがあるかと思うんですが、はいええ、牛乳を使って茶葉を煮出すロイヤルルミクティっていう。 さっきコーヒーにも入ってたようなカルダモンを入れたり、はい、またご家庭によっては生姜を入れたり、はあ、はい。どんなスパイスを入れるかで、あの、 その家庭の味が出るというような飲み物になっています、はい、確かに何かハーブのようなものが入ってる感じがして、はい、このハーブのようなが先ほどカルダモンでしたっけ、はい、これが入っていることによってなんか口の中がさっぱり甘みを感じるけれども、うん、後味がなんかさっぱりしますね確かに、はいえー、甘さと爽やかさのバランスがあるような、ねはい、いいですね、えーはい、何しろこのデイズ気に入りました私あよかったですオレンジの入ってるものいま、えー、だに口の中が幸せですよ <laughs> このデーツというのはあの昔はですねあの砂漠をあのラクダに乗って渡っていく遊牧民の人たちが、ええ、干したデーツをラクダの背中にたくさん乗せてこのデーツの栄養だけで何ヶ月も旅をしていったりするような、ええ、あの食べ物なんですね。だから栄養満点で、ええはい、なので例えばその 美意識の高い女性の間では<え>あのスーパーフードスーパーフルーツとしてデーツ徐々に人気が高まっていたりするらしいですよそうですか、はい、今はこうやってアラビックコーヒーだとかカラックだとかデーツいただきながらねでモナさんのとお話聞いてると私の頭の中には久保田咲の異邦人っていうのが流れててね<ー>えー、何かそういう感じです楽だとかおっしゃいましたからねいやだけど非常にこの美味しい体験をこのスタジオでさせていただいて や幸せです私今持ってきてよかったです,すでもこのちなみにデーツは高いでしょういや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  そうでもないですかそうでもないです<あ>そうなんですねそうですかありがとうございますさて、えー、先週ですねインスタグラムでドバイ在住のマリアさんというあのモナさんも普段はドバイにいらっしゃいますが、えー、ドバイ在住のマリアさんというモデルの女性がドバイの天気について投稿していましたで、日本のネットメディアに取り上げられていたのですがマリアさん雨が降って冠水した道路の動画を投稿していました、えー、どう どいうふうにおっしゃっていたかというとドバイでは珍しい雨年間を通じて数回しか降らないのでこちらの子どもたちは大はしゃぎで遊ぶ日えちなみに雨が降ったら学校はお休みです雨が降ると警察も動き出して街中みんな大騒ぎコメントを添えて投稿していましたモナさん雨が降ったら学校休みなんですかそうなんですよね<え>あの。 イメージとしてはあの日本に台風が来た時のような、はい、あとはあの東京で大雪が、えー、先日降りましたよね、はい、その時のような大騒ぎになるんですはい、はい、あそうなんですかでも別に洪水が襲ってくるとか <laughs> そういうほどでもないでしょ実はですね洪水量としてはもちろん日本に比べれば少ないんですが、えー、ドバイの街が雨に対応できてないんですよは、はい、なので 半日雨が降っただけでいや半日よりも短くてもいいですねすぐに道路が冠水してしまうんですね排水がされないからはいしかもそのあの給水車水を吸い取る車が来て吸う車がこうガーッとバキューム感のようなもんですね吸ってくれないと あの<ー>ずっと水がたぽたぽに溜まったまんまになっちゃうんですよ。えーはい、そんななのであの公共交通機関も結構パニックになりますし学校もお店も会社もあの様子を見ながらちょっとこれは休みにした方がいいんじゃないか休みにしよう帰りましょうみたいな大騒ぎになるんです。以前お話聞いた時に人口雨、はい、あえてね あのこの雨雲作って雨を降らせるなんてこともドバイはははやるんですよね、はい、たまには、はいそうなもともとの気候が砂漠の気候なので雨が少ないと。はい、なので時々雨を降らせたいんでですよね、はい、なのでドバイの場合はその例えばヘリコプターだったりあと最近だとドローンなんかを使って雨の核になる物質を空に撒くと、はい、そして人工的に雨粒を作らせて 雨を落とすっていうことをやっています。えー、はい、えー、で、これは結構あのまあ、タイミングを人間が選べるものですから、はい、何かドバイで大きいイベントが行われる。ちょっと前に雨粒を落としておこう。はい。例えば年越し花火がドバイを有名なんですけど、年越し前にちょっと雨粒を落としておこうとか。はい、そ,そうすると空が綺麗になりますよね。は,<ー>はい。っていうことをやったり。えー、あとはあの週末を狙ってあの？えー なるべく会社や学校に影響が出ない、週末のうちにあま雨粒を落としておくっていう。はい、はい。ことをやったてる。ああ、ドバイってね、まあ、進んでるとは言っても。そこまでやるんだっていうね。はい。えー、ただ、そこまでやるんだったら、はい、雨が降った後の排水まであ。そうですね。<laughs> そのシステムはちゃんと作っておいたのが良かったですよね。<laughs> だなって思うんですけどね、えーえー、そこまではちょっと頭回んなかった <laughs> まあそ,それとまあ費用対効果考えた時には、えー、そこまでやんなくても給水車あるじゃないか数方がね、はいえー、と考えたのかどうか <laughs>、まあ、とにかくですね、まあ、ドバイというと、まあ、アラブ首長国連邦、えー、経済の中心のこのお首長国ですが、えー、いろいろ世界一というのをですね、えー、大好きなこの世界一高いビルがあったりだとかそんな中で、まあ、世界が驚くような最新 技術システムをいち早く取り入れているドバイ世界初のドバイジェットスーツレースが開催されるということですが、モナさんこれ一体どんなレースなんですかこれがですね、ええ、あのちょっとびっくりしたんですけれど、はい、アイアンマンの世界をそのままリアルで実現しちゃう、はい、映画のアイアンマンのはいはい というようよなな技術なんですねリチャードさんという方があのジェットスーツを開発したりしてジェットスーツっていうのは背中に何かジェットエンジンみたいの積んだりとかあと手先になんかね、はい、やっぱりこう噴出っていうか噴射するようなものをこう持ってる感じですよね。はい、ええ、そうですねそれを着てあの空を飛んだりするちょっとこう、うん、本当に映画の世界の中のようなものなんですけど、はい、これに取り組んでらっしゃる方がいらっしゃって。ええ それに対してあのドバイの皇太子のハムダン様があの興味を持って、ええ、あのドバイにご招待することになったらしいんですね、ええ、はい、ええ、それが今度あの二月の二十八日ですねもうすぐだはい、はい、であのドバイのあの 港の方に行ってですね、はい、ボートショーっていうイベントがあるんですけど、えー、そこであのお披露目されるらしくてですね、えーはい、あんな未来的な光景が見られるのかと、はい、これレースってことは何人かで競うみたいな感じなんですか <laughs> そうだと思いますうことはその、まあ、ジェットスーツっていうんでしょうかね、はい、そのジェットスーツを着たあ選手と呼べるのかどうか分かりませんが、はい、そういう人がまあ ある地点まで誰が早く行くのか、もしくはそのある地点にうまく着陸するのかとか。なん、はい、からそんなとことを競うってことですか。はい、そうですね。ええ。ドバイ出身の方も、はい、あの実際それをつけて飛べるように練習しているらしいので。はい、練習してんですね。はい。<laughs> ね、あの。<laughs> えー そうやって競う姿が見られるんだと思いますよ。いやー何か新しい門好きのドバイの人たちはこれお喜びするんでしょうね。<laughs> そうですね。ね、はいえー、まあ海でやるからまあ、はい、あの不幸にして落っこったとしてもすぐに救助はできますしね。そうですね。ねはい。確かに確かに。えー、いや面白いことやりますねドバイってこうやって人集めていくんですね、はい、話題を作って。 おっしゃる通りです、えー、はい、こうやって話題になるもの世界で初めてのもの、はい、世界一のものこういうものをあの作ったり実施したり発表したりすることでさら、はい、なる注目を集めて街として発展していこうっていうのがドバイのポリシーです、えー、そうなんですねはいモナ、はい、さんまた後ほどお話聞かせてくださいよろしくお願いします時刻5時32分です 時刻5時38分ですおはよう寺ちゃん今朝はいつもはドバイにいらっしゃいます勝者にお勤めモナさんですが今朝わざわざ浜松町のスタジオにお見えです改めてモナさんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますところでリスナーからですね、はい、モナさん今回のこの帰国の理由は何ですかというふうに質問があるんですが、はい、今回2年ぶりでしたっけはい2年ぶりです帰国されて目的というのはあるんですか 寺島さん、はい、ゴールデンカムイの実写映画ですよ、えー。ゴールデンカムイの実写映画ミニですか？<laughs> 見たくて見たくて、えーはい、すごく楽しみにしてきました。これやっぱりドバイでは見られないんですか？そうなんですよね。えー、あのドバイでも日本の映画をやることは時々あるんですが、えー、それがまあほとんどアニメなんですよ。うんはい、で、あの。 例えば、鬼滅の刃だったり、呪術廻戦だったり、コナンだったり、あとは、今は、君たちはどう生きるか、ジブリがですね、あれを上映してたりするんですけど、やっぱり、ドバイの映画史上まで入ってこれる日本のコンテンツっていうのは、本当にアニメなんですよ。だから例えば私は 今のゴールデンカムイだったりキングダムだったり大好きなんですけど、はいええ、それらが実写映画化されたものは実写はは来なないんんでですよねねそそうなんだそこまやっぱりドバイで上映される映画で実写のものになってくるとあのハリウッドだったりあとはボリウッドですねインド映画。あとは まあ、地元のアラブ人たちがアラビア語そのままで見れるエジプトの映画だったり、ええ、その辺がすごくあの人気というか力があるものですから、ええ、そこに割って入れるかっていうと、うん、<ー>アニメくらいじゃないとなかなか難しいだからゴールデンカム読みに <laughs> <laughs> あのどうなんでしょうもしかして私、ええ ゴールデンカムを見るために最も長い距離を移動してきたファンなのかなって思ったり。というのは冗談冗談なんですか。もちろんこのゴールデンカムイも目的の一つなんですが一番の理由は運転免許の更新がありましてずいぶん現実的な感じに戻られてねそれは免許の更新は大切ですからね。 ねえ、それで帰ってまいりましたそうですかでもう更新済んだんですかあ、これからですこれからまだまだねじゃあもうしばらくはいらっしゃるって感じなんですねそうなんですねえあとはあのねやはりモナさんといえば寿司ローの回転寿司ドバイ万博でねえこのリポートがやっぱりね秀逸だったんですよもうあのおそらくラジオきの方の心の中にももう刺さってるというかですね非常に鮮烈に残ってる感じがするんですあの日本に戻ってきてお寿司は食べました まだ食べてないですよ。まだ食べてないですかで、実は、ええ、あの、今日、この後、はい、あの、築地の方までお散歩していこうかなと思ってまして、ええええ、そこで食べようかなと。はあ<ー>、はい、そうですか。なんか最近、あの、インバウンドンなんて。インバウンドンっていうのがあるんですかあの ちょっ YouTube で見たんですけど外国人観光客がその日本の海鮮を食べたくて押し寄せてるから結構お値段釣り上げてでも売れていくなんて聞いたことあります、はい、そんな感じで盛り上がってる様子ももしかしたら見れるかもしれないなと思って、ええはい、今日はちょっと東京観光して美味、ええ、しいお魚お寿司を食べようかなと思っています桑名さんもインバウンドを食べるんですかいや高価なものを <laughs> <laughs> そ高そうなのはあの外国人の方の消費はすごいなと思って眺めるくらいにしようかなと、ねえ。どうですか、でも日本に2年ぶりにお戻りになって、はい、あのよくビッグマック指数なんて言ってね、ええ、え先ほど調べたらドバイは20位ぐらいなんです、一番高いのスイスで、はい、え20位、日本45位。ということは、うん、やっぱり物価は、まね、ビッグマックで見るならばやはりドバイの方が物価高いんだなって感じはするんですが、はい、いかがですか、そのはあたりが。 それは本当におっしゃる通りで、ええ、日本に帰ってきて、食事をしたり、買い物をしたりすると、ええ、そ,それそ、その日本円でついてる値段自体は、やっぱり前回帰国した時よりは高くなってるなって思うんですけど、これを、あの、 ドバイの通貨ディルハムって言うんですけど、はい、ディルハムに換算してみるとまだまだ安いな、えー、リーズナブルだなっていう風に感じます、はあ。そうなんですね。はい、え、あの日本に戻ってきてイの一番に食べたのは何ですか。実は<え>あの焼き鳥屋さん。焼きた <laughs> ドバイにいてもや、でも焼き鳥は屋さんはあるんですよね。ドバイにもあの居酒屋さんありますし、えー、そこで焼き鳥が提供されてるんですけど、えー、あの私が食べたかったのが砂肝とか。 ジリとか野玄、はあ、軟骨とか <laughs> えツーのの食べるものだいやそういうものがさすがに向こうでは<え>あのなかなかないその部位まではいかないってことなんですかねねえ,ねえどうなんでしょうねあの鶏自体はさばいてるはずなのでああそうですかあの あるには、ど、どこかにはあるんでしょうけど、<ー>それをね、えー、こう、提供されてることがね、あんまりだからね、なかなか現地の方は食べる部位ではないのかもしれませんね。もしかしたらそうかもしれないですね。えー、これを、あの、炭で焼いてくれる焼き鳥屋さんに行けて、はい、私とても、臨場感で焼いてね、遠赤、ね、外線で、はいえー、この、え、 で、いただいたんですね。はい、美味しかったです。久しぶりにね。やっぱり違います。<え>ドバイの焼き鳥と日本で食べる焼き鳥っていうのはあもう全然違います、はあ。そういうものなんですね。はい、えー、まあ、今日またあのお寿司食べたら感想もぜひね。<laughs> 後ほど聞かせてくださいさ。あそれではですね。あ、そうそう。そう。そいえば今、今ドバイでは世界最大の食品展示会が開かれてる<あ>そうですね。はい、そうなんです。えー、ちょうどえー、昨日ですかね。えー、2>, 2月19日から。 ガルフードという食品系の展示会が開かれていいます、えー、あのガルフードという言葉イベントの名前はですね、えー、湾岸諸国を意味するガルフと食べ物のフードですね、はい、この2つをくっつけた言葉なんですけど、はいえー、これがですねもう世界中の食品メーカーさんが集まってあのイベントを開いて,いて。 たくさんの商談が交わされるところなんですね。えー、もちろんあの、日本からもたくさんの,あの食品メーカーさんが出店してらっしゃって、えー、今年はですね、えー、日清さんですとか、はい、あとは、えー、北三陸、三陸の,あの海の幸を売り込みに来られた会社さんですとか、出店されてるみたいですね。えー、そうですか。まあはい、そのあたり、また注目されるんでしょうね。ここはあのこうやって。 自あのドバイに売り込みに行くっていう使い方はもちろんなんですけど、はい、そこにはもう世界中の人が集まっているのでドバイ以外の人とバイヤーさんとマッチする可能性もありますし、はい、それからですね実はこの番組でも何回か紹介させていただいたドバイ初のポテトチップス高級ポテトチップスありますね。はい、あれを日本のバイヤーさんが 見つけて、日本に持ってくるきっかけになったのも、このガルフードだったらしいんですよ。そうなんですね。はい。えー、なので、新しい商材を見つけに行く場所、買い手になる場所としても、えー、面白いものなんですよね。はい、これが、あの、本当に、あの、食品系、あと飲み物もですね、はい、食品、飲み物を売り込む、その、その、商売のチャンスを広げるためには、絶対欠かせないイベントになりますので、はいえー、はい、あの、日本のメーカーさん。 それから生産者さんどんどん挑戦してほしいなって<ー>、はい、思っています食品家計の方々そういったところにアンテナ張ってるってことなんですね。はいはい、さあそれではここからはモナさんにこのテーマで話を聞きます。東京ドドバイ進化ののスピードの違い 2年ぶりに帰国されたモナさんですが、まあ、ここ数年で変わったものの一つといえばですすね電子マネーもげられるかと思います、まあ、コロナ禍以降日本のコンビニ無人決済キャッシュレス決済当たり前となってきていますがモナさんドバイと比べるとこのあたりってのはいかかがですかはいそうです、ね、あのクレジットカードをあのタップで決済する、はい、サインをしない、ええっていう。 あのシステムはドバイの方がすごく前から、うん、あの普及して一般化してたんですね。ええ、で、前回帰ってきた時にあ日本ってまだサインやってるんだというのをね。はい、ええ、あの思ったんですけど、はい、今回帰ってきたら、あのタップの機械を置いてるお店が増えたような。 気がします,、ねあそうですね、確かにコンビニなんかでもね、はい、あの全部とは言いません、はい、友人もありますけれども2台ぐらいその無人のものも置いてあったりだとかそしてタップで刺さないでいけるって、ね、はい、はい、まうっとですね。 これが日本だなと思ったのが、あの、なんとかペイの種類がすごく多い。多いですよ。ええ。いやその、レジの横に、こう、シールが貼ってあるじゃないですか。はい。たくさん。それを見たときに、はあ、日本だなってちょっと思っちゃいました。ドバイは違いますいや全然全然。ないですね。あ、もう数えるほどっていうか、二つ三つ。せいぜい、使えるクレジットカードの種類がロゴで、こう、ペペペッと貼ってあるくらい。はい。 あそうですか、はい、あんなずらっと並んでいるのは日本ですよ、えー、<laughs> 選べますよお客様みたいなことですけどね、まあ、ライバル多いってことですも、まあ、ありますがえー、さてコロナ禍が明けててですねえー、円安も相まって日本には多くの外国人観光客が来ていますで訪日外国人観光客の増加を受けてホテルの宿泊料金これもかなり上がってますがモナさん今回の帰国でホテル代の高騰というのは何か実感はされましたか あ実は私自身は、ええええ、ホテルはそんなに高くなってる気はしなかったんですよね。かええ、なんかうまいことたまたま取れたのかもしれないですけどその辺りの実感はあまりじゃないホテル代よりもその街中の、うん 一般的な消費財とか食べ物とかの値段が上がっていることの方がなんかひしひし感じましたね具体的には何で驚かれました自動販売機ですあ確かにだから2年前だったら100円当たり前みたいなものがね、はあえー、130円150円160円とかになってますもんね、はい、あの昔は缶ジュースの値段だと思ってた はい、昔はペットボトルの値段だと思ってた、ええ、値段が今や缶ジュースの値段になってたりしていや確かに自販機は上がってますね、はい、あとは、ええ、あの日本に来たら食べたかったものの一つがファミチキなんですけどはい <laughs> なかか可愛らしいなええ、はい、いや青春の思い出が詰まったファミチキなんですよです、ね、私にとって、ええ、<laughs> ファミチキが今200円台なんですよね 昔<え>200円しなかったですよね、<ー>1 100何十何円だったと思うんですけど、いろんな食べ物、飲み物、身近なものの値段が、はい、ぐくぐくぐっと上がってるんですね、やっぱりね。ますねまあ、ですからね、実質賃金がマイナスあの、まあ、21か月連続みたいなね。えー 本当に物価が上がってるっていうことですからね。でもその訪日外国人が日本の魅力として日本に住んでると上がったなっていう感じですけれども外国の人が口揃えていうのは物価の安さやっぱりこれドバイと比べても安いんでしょうね。そうでですす安いなので早速爆買いをさせていただきま爆買いししししまたた何んですか差えなければ スキンケアですとか、はいはい、あとはあのこの後お洋服を買ったりとか、すする予定です、はい、そのあたりで、じゃあ、円安を感じるってことですね、はい、そうですね、えー、やっぱり日本で買って持っていった方が圧倒的に安いので。うん、はい、はいえー ドバイにいてお友達なんかからねえねえ、モナ、これ買ってきてなんて言われてるんですか言われてます私の場合は女性の友人が多いからだと思うんですけどパックですね、フェイスマスク、このあたりをおねだりされてるとあと電車、バスなどの公共交通機関、あとタクシーですよね、交通サービス、これ、日本とドバイっていうのはどこか違ってるところはありますか あ、最大の違いはやっぱりあのウーバーが入ってるかどうかかもしれないですね。はい、それからですね。ただ、日本のタクシーのすごいところは綺麗なんですよ。 ドバイ汚いですか <laughs> 汚いとは言いませんけど、<laughs> そうでもないんですか、ドバイは。そうでもないですね。ええ、やっぱタクシー、あの、一般のタクシー、まあ、ラックがいろいろあるんですけど、ええ、高級なものはまあ、綺麗なんですが、一般のタクシーっていうのは、うん、あの、結構庶民的な車で、移民のドライバーさんが一番最初にやる仕事っていうような感じで、はいええ、その、あの、はい、労働者の方が、 やるサービスっていう感じなんですけど、えー、日本の場合は綺麗な車が来ますし運転手さんが白い手袋なんかはめてプロですからねそして。 あのドアも自動で開きますし、はい、なんかすごくこう自分があのセレブになったような気分になれるので、ところがあればね、そういう感覚なんですね、はいえー。ところでですね、日本の外食産業はですね。はいえー、人手不足が深刻化していて、はいまあ、その人手不足を補おうと、レストランで給仕ロボットなどが導入されているところもあります。まあ、タッチパネルの導入は、もう当たり前になってきてます。で紙のメニューを廃止して。 スマートフォンで qr コードを読み取ってメニューを見るまあこんなお店も増えてきました日本の外食産業の進化ドバイと比べるといかがですかそうですねあの今お話の中にあった qr コードでメニューを見るというやつは<っ>これはコロナの時に一気に広まりまして、はい、ものすごく当たり前になりましたね、えー、はい これの普及率はドバイの方が進んでると思います、ええ、ただその一方で給仕ロボットこれは日本の方が進んでますね、はい、ドバイではほとんど見られないですし、ええ、あったとしても本当に限られたお店であのなんていうの見せ物的に置かれてるだけで実用化はされてないと思います。ただ これなんでかっていうと多分技術的にはもちろん可能なんですよ<っ>けどドバイの場合はその飲食店で働いてる従業員さんたちっていうのが例えばインド人パキスタン人フィリピン人、うん、そういった方々が担ってるので正直その人件費が最初から結構安い。人手不足でもそうでもないってことですかね。うん,そんな な印象はいですね人で補えるものっていうことなんでしょうねはい。多分そういうことなんじゃないかなと街を見てて思います。そうなんですねだってある程度のこの時給というか収入もドバイの場合は得られるわけですものね。まあそうですねサービス業の時給は低めではあるんですけど。比較すれば。 自分の出身国に比べれば随分と高いと感じられる方たちがになってくれてるので、はい。そういうこともあって、あの、なんでしょうね。 マッチししててて成立してるんだなとまっもねドバイ前回もお聞きしましたけれどもドバイの人口の9割が外国の人で,、はい、でそれも労働目的で入ってる方がもう大部分なわけですからね,ねその辺りではだからドバイを目指してくる方っていうのはあまあ,あずっといるという供給という意味でねそこはちょっと日本と違うところなのかもしれませんね。はい、やはりりこのあとあたりでもも円安という影響も出てる のかなぁなんて感じがいたしますはいえー、今朝5時台はですね普段はドバイにいらっしゃいます商社にお勤めモナさん現在帰国中でわざわざ今朝はスタジオまでお越しいただきましたあっという間のお時間でしたモナさんまた後ほどというかですね後日いろいろお話を聞かせてくださいえー、今朝どうもありがとうございました楽しかったですありがとうございましたもなさんでした